皆さんこんにちは、大熊里奈です。今日は私がいつも飲んでいるスムージーとプロテインの飲み方をご紹介していきたいと思います。私は今現在インターミデントファスティングを行っていて、いつもお昼の12時から最初の食事をとっています。で、大体最初の食事はいつもスムージーから始めています。もしね、私がやっているインターミデントファスティングに興味がある方は一度動画にもしたことがあるので、こちらから見てみてください。そしてプロテインはですね、大体いつも運動後、エクササイズ後30分以内には飲むようにしています。先日ね、私がいつも飲んでるティーミのプロテインをご紹介したんですけれども、やっぱりね、いつも同じ味のプロテインを飲んでいると飽きてきてしまうこともあるので、今日はですね、少しアレンジした飲み方をご紹介していきたいと思います。ちなみに先日ご紹介したプロテインがこちらです。すごくオーガニックで、かつ植物ベースのプロテインになってますので、すごく健康的で自然にもいいプロテインになっています。そしていつも飲んでいるスムージーに入れているのがこちらのグリーンパウダーです。同じティーミからの商品なんですけれども、こちらもですね、すごくオーガニックなのと、あと もちろんビーガンっていうのもあって、すごくね、体にいいもので作られています。こっちはですね、すごく甘さとかがあんまりなくって、本当にもう濃い抹茶みたいな味です。それでは私がいつも飲んでいるこちらのグリーンパウダーを使ったスムージーと、こちらのプロテインのアレンジレシピを実際に動画にしていましたので、ぜひ見てみてください。まずはスムージーの材料です。バナナ1本、ブルーベリー適量、オートミール適量、グリークヨーグルト、アーモンドミルク、そしてティーミのプロテインを用意します。用意した材料をあとは順番にミキサーに入れていきます。プロテインはだいたいいつも1スクープ入れています。今回グリークヨーグルトを入れ忘れてしまったのですが、ヨーグルトを入れるとよりスムージーにコクが出てきます。グリーンパウダーを使ったスムージーのレシピです。バナナ1本、生姜1かけら、カシューナッツ、グリークヨーグルト、豆乳、そしてティーミのグリーンパウダーを用意します。だいたい手のひらサイズ1杯から2杯、グリークヨーグルトは大さじ2杯分、そしてグリーンパウダーは1スクープ入れます。今はですね、ちょっとコロナの影響もあって、プロテインとか他のね、商品の発送が少し遅れているそうなんですけれども、もしね、頼んですぐ届かなくても動揺しなくて大丈夫です。だいたい1ヶ月ぐらいを見てオーダーしてもらえばいいと思います。他にもね、私は自分でアレンジしていろんな味のスムージーを作るのが好きなので、もしね、他のバラエティを見てみたい方はインターミデントファスティングの動画をぜひ参照してみてください。もしまだプロテイン悩んでる方や、ちょっとね、健康に気をつけてグリーンパウダー取りたいなって思っている方は、ぜひ TME のホームページをチェックしてみてください。そして今 25% オフのバーゲンセールも行っているそうなので、ぜひこちらのリナ25のコードを使って皆さんの好きな商品をゲットしてみてください。概要欄に貼ってある URL をクリックすると、 TME のホームページに飛ぶことができます。少し下にスクロールしていくと、プロテインだったりグリーンパウダーのページが出てきます。そのまま購入したい商品をクリックすると、その商品のページに飛んでいきます。購入する個数を選んでカートに入れるをクリックします。
グリーンパウダーも同様に選択するとグリーンパウダーのページに飛んでいきます。それぞれの商品のページには原材料だったりその商品の説明なども載っていますので、ぜひ興味がある方は見てみてください。そのまま個数を選択してカートに入れると、このようにカートに入っている商品が右側に出てきます。そのままチェックアウトをクリックすると自分が選んだ商品を確認するページに飛んでいきます。概要欄の URL から飛ぶと必然的にリナ25のクーポンが適用されるようになっていますが、もしなっていない場合はクーポンのところにリナ25を入力すると 25% オフでご購入できます。そのままチェックアウトをクリックすると送付先の住所とお支払い情報を入力するページに飛びます。住所は国をまず選択することで住んでいる住所を入力できるようになっています。はい、それではですね、まだまだコロナと少し厳しい状況が続いていますが、トレーニング、食事、睡眠でね、しっかりと体の免疫を上げてサステナブルな体づくりを一緒に行っていきましょう。もし今日の動画が少し役に立ったよと思った方、もっとこういう動画出してほしいよと思った方は、ぜひいいねボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。